この歓声です。朝の期待というのは矢沢さんやっぱり大きいんですね。ウェスタンリーグの、まあ、あさっての名古屋球場のゲームに投げるというそんな予定もありますが、さあ4番中田との勝負から浅尾始まります。まずはすぐ143、前回は最速146キロというまっすぐ、ただまだ本人は腕は触れたけれども指にはかかってませんというそういう言い方でした。今のはパームボールでしょうか。122、どうだろうな、ちょっとスライダー抜けたような感じ。スライダーですか ね。前回は変化球は1イニング3人のバッターにわずかに2球でした。球速は139ですが、中田ファールボール、まあ、前回投げた時には1イニングですけども、3点そのリードしているね、はい、あのちょっと余裕があるあの場面での登板でしたからね。しかもあの下位打線でしたし、そうですね、今回はちょっとまた事情が変わってきます。まあ、2点リードされてる、まあ、ところでの、はい、まあ、中心バッターに一つ1イニング当ててみようというね、はい、そういう意識でしょうね。あのベンチの計らいでしょうね。そうね、まあ、できればムードも変えてくれたらという、はいはい、そんな感じですかね。ツーボールツーストライクです。追い込んでから135フォーク。まあ、今のフォーク、はい、まあね、それから150キロ近いね、はい、ストレートがありましたからね。そうですね、一度首を振って投げてくるか。近めに構えた。まっすぐ146、構えたところよりは甘かったかもしれません。雰囲気はどうですかね、ボール、まあ、あの雰囲気ありますよね、麻生らしいね、はい、まあ、表情もね、非常にこうそんなに切羽詰まるものじゃないですしね、まあ、あの故障して、はい、やっぱり投げれる喜びというかな、なるほど、このユニフォームを着れる喜びっていうのは、はい、やっぱり最近感じてるでしょうね。まあ、そうですよね、去年も左肩腱板炎症で遅れました。もう投げれないんじゃないかというね、はい、あの意識はあったと思いますよ。そうかもしれませんね、休んでる間は、スライダーファール、中田粘る。徐々にね、あの自信を取り戻してほしい、はい、まあ、以前よりは投げた後のね、はい、こう疲労回復も遅いでしょうしね。そうかもしれませんね。まっすぐ低め146、中田を見逃し三振に打ち取った浅尾のまっすぐ。いいところに決まりましたね。まあ、この投法はね、はい、なかなかこう変えることは本人はできないでしょうね。やっぱり、あの上半身始動ですからね、このフォームでずっとやってきましたから、はい、やはり何かこの負担みたいなものも、じゃあそれはもちろんあるでしょうね、やはりこう上半身始動というか、はい、腕の力で、投げ込んでいくタイプですからね、はい、下が下半身で始動して、そしてあの上半身にあのこうつなげていくというね、はい、ものではないですから、バッティングでもそうですよね、はい、下半身から上半身につなげていくというね、はい、抑え中継ぎ、先
ダンパーというピッチャーは、はい、まあ、あの短いイニングですからね、はい、こうやって一つのリズムを作っていけるようにね、はいはい、まあ、心配そうに見てますよ確かに、もうその通りですね、はい、森ヘッドコーチもそれから共にピッチングコーチも熱く見つめながら、森重、コーチ、はい、森重和コーチ、まあ、最後の年にね、非常に大車輪の、まあ、日本シリーズ負けましたけどもね、そうでしたね、中尾、あの浅尾をね使い切ったというね、最後は浅尾が、あの方に打たれましたけれども、壮絶な日本シリーズも戦いました。ここはばらついてフォアボール。だから森重和、あのこの今ヘッドコーチですか、はい、責任あるんですよなるほど、まあ、確かにあの年はあの岩瀬投手はあの終盤シーズン終盤あまり調子が良くなくて、むしろあのリリーバーの役割も兼ねて複数イニングという、イニングまたぎも多かったですね。ちょうど落合監督が変わる年だったですね、はい、変わる年だった、ですから MVP も星も押されもせぬという、もう誰もがもうそうだろうという、そんな大活躍でした。ランナー許しています。バッター大引きらしいバッティングですが、ここはマキセカンド岩崎ダブルプレーを取りました。岩崎のナイスプレーから警察歓声、いいプレーが飛び出して